橋本です。よろしくお願いします。アドレノクロムその3としてもう一度動画を上げます。まず最初に今の心境ですが、こうして公に話す、 YouTube 上で話すっていうこの行為そのものが、はっきり言いまして僕も怖いです。何があるかなと、何かされるかなというふうな思いは正直持ってます。でももう喋んなきゃいけないなと、やっぱり伝えなきゃいけないなというふうに、覚悟を決めておりますので、もうちょっと深掘りしたいと思います。で、この事実が分かると、これの日本のトップ親分って言われているのが、千代田区のお堀の人たちでした。残念ですが、ですからね、お堀の人たちのことを崇拝していて、毎年正月とかになってね、参拝をしている人たち、国民、それから、年に1回なのか2回なのか皇居の中に入って、そしてその、中の大掃除したり手入れしたりっていう、ボランティア活動が日本全国でそういう会があるわけなんですが、そういう人たち、ね、あとそういうことを しなくてもね、あの人たちは本当は素晴らしい人でってずっと洗脳されてきた、一般の人たち、こういった人たちを私は全てある意味敵に回す、ね、そういう覚悟でおります。でももうアドレノクロムの、映画が上映されたということは、もうこれはね、もう話さなきゃダメだぞと、ね、いうふうに僕のことを宇宙さんが、背中を押されたような感じでおります。で、これはね、遡ること、織田信長の時代とか、そんなああいう戦国時代からもうすでにこういったことが行われていたという説もあります。で、もう確かめようがありませんから分かりませんが、もう織田信長もこれを食していて、もうやみつきだったみたいです。だけど側近の善の気持ちを持った人の家来が、ね、殿、それだけは勘弁してくれと、それだけはやめてくれって言ったような逸話が一応あります。合ってるかどうかちょっと分かりません。で、明治時代に入り、その時に天皇がすり替わった時にですね、いろんな悪さがそこで、あったわけですけど、その一環として今でいう日本郵船とか、三井郵船とか、そういう財閥になった、ね、一部上場の会社になった元ですよ、元の造船業の人間が、お堀に住む人たちの命令と、ね、そこに莫大なるお金をいただいた、見返りに、ね、どんどんそういうことに手を染めていくんです。そして、分かりやすいところでは、ね、これからお嫁に行こうっていう、ね、まだ男性経験のない二十歳前後の、女性たちをたくさん騙して、その船に乗せて一旦、ね、異国の地に行って一緒にお金稼ぎましょう。そうすると、ね、すごいお給料をいただいて帰ってきて、で家族たちをみんな養うことができますよって言って、国を挙げて詐欺をして騙しをして、その船に乗せて人身売買を行ってきたんです。そして石屋に売り飛ばしていったんです、ね、でそれの、耐え忍ぶというか、ね、はっきり言うとみんな殺されてた時代でしたから、暗号的に赤い靴っていう
童謡の歌ができたわけです、ね、でこの赤い靴っていうのが一つの、ね、メッセージで、ね、アドレノクロムを食している超エリートたちだぞっていう、これはねメッセージなんです。だからバチカンの、ね、白い服着た一見ね良さそうな神父さんたちいた ね、あいつらの集合写真見ると全部赤い靴履いてるんです。でそこに参加をした、ね、クリントンだとかオバマとかあいつらとかみんな赤い靴を履いてみんなで記念撮影撮ってたんです。でそんな写真も全部 SNS でもう拡散されてるんです。で、アメリカを中心としてこのアドレノクロムが行われていて、でそれに協力をしたって言われてるのがアウン・サン・スー・チーなんです、ね、であの最貧国の国でたくさんの子どもたちがもう連日毎日のように誘拐されてったんです、ね、それがどうなったかっていうと全部このアドレノクロムの、ねためにみんな殺されてったんです。それもただ殺されるんじゃないですよ、もうギリギリまでレイプされてギリギリまでもうひどい目に遭わされるんですよ。もうね一番ちょっと僕見てらんなかったの、生きた状態でここのね皮膚を皮を剥がしたりとかもやるわけ。まあねとにかくすごいです。でこんなことを、ずっとやってきたのにこれがやっと終止符が打たれたんですよ、うんね、なので、ほんの、まあ、あの映画もあくまでもホラーの一種だから、全てをそこに表現はしてないと僕は思います。僕も全部まだ見てないしね、うん、だからここは想像の域で話をしてはいるんですけれど、でもこれが真実なんです。で今度最後のね亡くなった体から血が抜けるでしょ。でこれをまたドラッグとして精製してまた一本何十万つって売ってるわけです。美容のためにこれの製造元の親分が富士フィルムです。あと三井だとかねああいうとこの、製薬会社がいくつかあってそこが全部協力して、アドレノクロムの製造販売をしてたわけです。これが全部終わりました。大掃除。だから富士フィルムの社長とか会長はもう去年、ね、殺されてるとか、まあ、処刑されてるんですよ。ね、で今回の石屋に、ね、加担した、ね、政治家それから、まあ、都知事とか府知事とかこういう連中みんなここに何らかの形で、ね、関わってんですよ全て、ね、なので、非常に内容的には、重たい話ではあります。ですがこれをちゃんと真実として地球規模で起きていたこととしてぜひ皆さん正確にこの情報をちゃんと自分の目で調べてそして理解を深めていってください、ね、ただしこれはあくまでも、ね恐怖を植え付けようとか、ね恐れを抱かせようという目的では一切ありませんのでね、うん、そこは間違えないでください。逆なんですよ。このことがもう終わったんです。終わったんだ、掃除が済んだんでこれからはいいことしか待ってないです。これから未来はですよアセンションですよ、本当のアセンションをこれから迎えるというお祝いでもあるんですからね。はい。ただ過去の歴史認識としてね、もう今まで私たちが学んできたことは全部が嘘で、ね、真実っていうのはこれから全て暴露されていくっていうことなんです。はい。ここを押さえてほしいということです。はい。だから、もう石屋のトップは宇宙人。その宇宙人を退治しているのは今度は善の方の宇宙人ということです。だから
未だに、ね、UFO を信じない、宇宙人を信じない、ね、目に見えないことを、ね、信じない、こんなこと言ってるのはもうね論外なんです。論外、うん、ね、で、中途半端に知識を知っただけでも、ね、覚悟って決まらないんです、うん、なのでまあ全ての選択は自由なんですが、ね、その上で、きちんと自分はどこへ向かっていきたいのか、何のために生まれてきたのか、どうしてこういうことが起きたのかということをしっかりと、皆さん自身で学んでいってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。